皆さんこんにちは。先日駐車場でバックをしてポールにぶつかりひどくへこんで損傷したおっさん彼ら、私の心も相当へこんでいます。視聴者さんからの情報でデントリペアで一発と聞き、近場のショップをくくって訪問するも、このくらいのへこみになると素性変化しているので、デントリペアでは修復不可能と言われ一層へこむこととなりました。そんな時に宅急便で届いたのがこれ。以前にヤフオクで落札したおっさん彼らの純正フロアマット、中古ですが非常に程度がいいのでポチポチポチって見事安値で落札。現在使っているマットよりは格段に綺麗なので落札できた時は嬉しかったです。相場的にはこのくらいの状態で純正品だと中古でも2万円ほどしますからね。ただ現在のおっさん彼らはフェンダーがへこんでひどい状態。本当だったら給油キャップも交換して気分よく綺麗なフロアマットを引いてドライブできるはずだったのにと思うと悔しい限りです。一体元通りになるのにいくらかかるのかと不安な日を過ごしていましたが、馴染みの板金屋さんに相談したところ思ったよりは安く直ることが分かり安心したので、マットを交換する動画を作る気になりました。ということでいつものショッピングモールの駐車場にやってきました。では現在のマットの状態を見てください。一見綺麗なように見えていますが、実はそんなに綺麗じゃないんです。外してみるとこんな感じ。運転席が特に汚れています。ちなみに助手席側の前後2枚は先日実験的に高圧洗浄機で洗ってみました。高圧洗浄機の限界はここまでです。これ以上を求めるなら本格的に専用の洗剤でブラシでゴシゴシするしかありませんね。いつかその気になったら自分でやってみたいと思います。こちらがヤフオクで落札したフロアマット。その差は歴然、とても綺麗な状態。それに少し柄が入っているようなので、おそらく後期モデルのものだと思います。それに少し毛足が短い感じです。洗った時に乾くのが早そうで、こちらの方がいい感じ。今回の買い物とても良かったです。マットを引いてみました。見てください。それにしてもぶつけたところを見ると今になってもまだへこみます。これが治るのはおそらく5月になりそうです。そんなことはいいとして、マットをご覧ください。いかがでしょうか。新車とまでは言いませんが、すごく綺麗で気分がいいです。日夜ヤフオクをチェックして見回っている甲斐がありました。こうして内装部分も安くていいもの見つけたら綺麗にしていきたいと思ってますので、こう動きたい。ところで今回ぶつけた箇所の修理の件ですが、損傷はバンパー部分までいっていますので、もちろんバンパーも塗装することになります。ついでと言っては何ですが、以前から気になっていた運転席のドアハンドルの周囲にある傷数箇所、おまけに前回ボンネットとフェンダーを塗装したのでドア部分の色が薄くなってしまい気になっていました。カメラで見ると分かりにくいのですが、肉眼でははっきり分かるレベルなんです。ついでに以前隠した飛び石の傷もあるので、この際左側の側面の全てを塗装することにしました。フロントのバンパーも色が薄くて気に入らないのですが、やはりいつかは GT3 のバンパーに交換したいのと予算の関係もあるので見送りです。いかがでしたでしょうか。今回の動画、最近のおっさん彼らは不具合も故障もないので、それを期待している視聴者の皆様には退屈な動画だとは思いますが、登録は外さないようにしておいてください。そのうちまた不具合は起きると思います。それでは今日はこの辺りで、またね。